きましょう。野球ビジネスを切り開いていくには仲間が必要だということでですね、YouTube を通して仲間を増やしていきたい色川東馬でございます。今日のテーマはですね、ベースボールオンラインサロンでございます。で、今回の YouTube の発信もそうなんですけれども、改めて気づいたことがいくつかございます。で、今これからね、何かをやりたいとか、今実際にやってるとか、あとは今の、この実際新型コロナの自粛モードの影響の中ですね、なんかこうモヤモヤしてる、こう煮え切らない部分がある人たちにこそ、今日は見てほしいお話をしていきたいと思います。今日はですね、ベースボールオンラインサロンの方で、今僕今仙台をベースに生活をしてるんですけれども、仙台 BOS リーダーズと、これからのリーダーをこのオンラインサロンのグループを通して発信していこうと、育てていこうと、いうことで立ち上がったグループがございまして、で、今現状ですね、これまで月1回のペースで仙台市内に集まって会議室とか借りてですね、集まって、これからのリーダー像とかで、それ中学生から大人まで参加してるんですね。なんでいろんなこう違う世代の人たちのこう考えを共有シェアできると、でその中で自分のリーダー像をしっかり作っていこうという、こうテーマというかね、こう毎回議題を持ってリーダーを毎回変えてですね、活動してるんですけれども、実際、今こんな状況になったので、では僕らも実際に、オンラインの方にもっともっとシフトしていこうということで、今日はテストでスカイプを通して、会議をしてみました。で、実際うちの仲間がスカイプにこう集まってきてですね、なんかこれ物足りないんじゃないかなということで、実際ベースボールオンラインサロンの中にはメキシコのメンバーもいれば、アメリカのメンバーもいますし、で今フィリピンの方でやってるメンバーもございまして、でそのメンバーたちにポンポンポンとリンクを投げてみたんですね。実際入れるか入ってみて、そしたら 12、3 名ぐらい今回も集まってですね、なんか改めて、僕って結構この YouTube も含めてそうなんですけれども、見切り発車でスタートしてしまうことが多いんですね。ただ、タイプもいろいろあるとは思いますけれども、僕は結構こう見切り発車でスタートして活動していく中で、改善修正を常に加えてですね、より良いものを作っていこうと。なんで、失敗というか、多々あるんですけれども、こう思うようにいかないことっていうんですかね、ただでもそれもですね、走り続けていく中で修正をするというふうに、こうなんか最近こう改めてですね、こうアウトプットする自分の情報量が増えてですね、こう、引き続きですね、毎日そのベースボールオンラインサロンの Facebook グループのコミュニティの中には、いつも僕が感じていることが教育のことだったり、国際野球のことだったり、プロ野球とか、あとこれから、そういった選手を目指す人たち向けにですね、文章を書いてるんですけれども、で、今回こうやって YouTube もスタートしてみてですね、改めて思うことは、でそしてこの今の、新型コロナの影響でたくさんの方が、感染してしまって、実際世界には多くの方が本当にお亡くなりになっていると、こんな状況を自分自身でもこう垣間見ていった時にですね、本当にこの先誰がどこでどうなるかっていうのは本当に分かんないですよね。でそういうことが、分かりましたし、そして、今までの働き方とか生き方とか、それだけでは不十分なのかもしれないと。でこんな誰も予期できないですね、大きな力が加わった時に人間の生活というのはこのぐらい変わってしまうんだと、そういったこう教訓が僕の中でですね、ある中で、僕いつも自分自身でも言ってはいるんですけれども、改めてですね、こうやって YouTube 等々を通していろんな配信ができるってすごくありがたいことでございまして、今まで自分が経験してきたこと、感じたこと、思ってることで、自分の正義感の中で伝えていきたいことっていうのは、できる限りも伝えていきたいなと。で、いつ死んでもいいようにでは当然ないんですけれども、いつその自分が状況に置かれるかなんて分かんないんですよ。だから今回この YouTube もそうですけど、やらせていただいて改めてですね、そういった情報配信等々はですね、惜しみなくできる限りやっていきたいななんていうふうに思っているところでございます。で実際先ほどお話ししたように、今回スカイプでそういった会議をやってみて、世界各国ね、時間と生活のあれは
まあ、生活時間が当然違うんですけれども、まあ、集まってみると、これから改善していく余地はたくさんあると思います。で、まあ、それぞれのですね、あの電波の問題とか、なんかせっかく話してるのに聞き取れなかったりとか、まあ、あの十何人日本全国、世界中から入ってきてくれたので、まあ、それは良くも悪くもですね、なんかこう時差でこう聞き取れないこととかもあったりもして、まあ、なんかもうちょっ と、そのグループ自体がね、こうしっかり議題をもうちょっと明確にして、まあ、それぞれがあの発言していけるようなこう運営をあの改めてやっていけばいいのかなというふうにも思いました。で、まあ、なんていうんですかね、こういったような感じで、この YouTube もそうなんですけれども、やはりいいんじゃないかなと。見切り発車でも全然いいですし、走りながら修正していけばいい話でございまして、で今回ですね、僕もあの実際こうやって YouTube で話してて、こういつもその自分のオンラインサロンのグループとかに話してる時って、もう大体どういう仲間か分かってるんで、ターゲットが明確だからめちゃめちゃ話しやすいんですよ。でもただこの YouTube 実際話してるとですね、まあ本当にいろんな方があの見てくださってるので、で誰に向けてどんな話をしていこうかっていうのは、あのそこのターゲットが明確であれば話しやすいんですけど、そこのターゲットがあやふやですだと結構あの難しいなってことに気づいたりとか、だからまあちょっと話す前にですね、あのこんな人に話したいっていうのを結構今あのお伝えしてから話をするようにしております。で、あの実際ですね、今回のあのこの YouTube を通して嬉しいご報告連絡多々ございました。本当に、まあ、一番すごいな、本当にすごいなと思ったのはですね、まあ、今あの実はあの仕事も何もかもうまくいかなくてモヤモヤしてて、本当に死のうと思ってたんだけれども、死にたかったんだけれども、あのトマさんの動画を見て勇気が出ました、元気が出ました、頑張ってみますみたいなのをいただいてですね、あのこれは本当にすごいことだなと。あの YouTube が人を救うじゃないですけれども、まあ、それだけのですね、こう力というかパワーというかですね、あのそんなことが発信できるものなんだなっていうのは、これは大いに価値があるんじゃないかなということで、あのここ大変です。ここから本当にあの何でもそうですけれども、あの見切り発車で OK なんですよ。でもやりきることが僕はすごく大事だし必要だと思ってて、あの見切り発車で途中で終わってしまえば、当然それは全てがあの中途半端で終わってしまうことなので、なんかこうそういったところも含めてですね、あの僕自身が、まあ、うちのベースボールオンラインサロンの中でもそうですけれども、あの継続してこうやって走り続けることって、こうすごくあの大事なんじゃないかなというふうに思うし次第でございました。で、まあ、あの実際じゃあうちのそのベースボールオンラインサロンの中で具体的にどんな活動をしているのかっていうとですね、あの昨日配信したアジアンブリーズは当然そうなんですけれども、まあ、そこで運営メンバーを作ってですね、そのメンバーの中から生まれたのがアジアンブリーズと。であとはやっぱりあのうちの軸はですね、この教育国際、そして野球ということでですね、あの今回その例えばメキシコからさん、あのオンラインのあれに参加してくれたのも、まあ、もともとオンラインを通して知り合ってですね、そのメキシコ野球で、メキシコでですね、お子さんが野球をしているというところのお母さんだったりとか、まあ、そういったメンバーが集まってるんですけれども、なんかこう今まで、まあ、各地域でですね、まあ、そういった、これからのまあ、教育っていうものをこう改めてこう向き合ったりとか、であと普段普通に生活してたら、今までのコミュニティの中で生活してたら絶対に出会えない人とか、まあ、例えば子どもたちの話を聞くっていうのも多分そうだと思うんですよ。あの僕もそうですけれども、やはり教育現場を離れたりとか、中学校のとか小学生の少年野球のチームを見てなかったりすると、まあ、今の子が何を考えてどういうふうに思ってるのか、どういうふうに感じてるのかっていうこともなかなか聞く機会がないので、まあ、そういった意味ではですね、あの本当ベースボールオンラインサロンのメンバーの中には、まあ、保護者だったりとかで、まあ、その息子をわざわざ連れてきてくれる人たちもいるのでまあそういったところでですね、そのオンラインサロンのコミュニティの可能性っていっぱいあるのかなと。あとは実際あの現場であの中学校とか高校とかでですね、あの指導している方々もいるので、まあ、あの今度ですね、このYouTube の配信のターゲットもちょっと保護者に向けても話してくれないかとあの言っていただいているので、あの僕が感じること、まあ、あの勝利至上主義も含めてそうだと思いますよ。できっと、まあ、あのこの間の、ね、YouTube でもお話ししましたけれども、僕らの時代はもう仕組みが整ってて野球人口もそれなりにいたので、正直どこに行ってもそれなりの競争率の中で、自然と、ね、こう競争ができたんですけれども、今現在あの子どもたちが減っている中で人数が
が少なくて、指導者も選べないっていう状況の中だと、なんですかね、こう環境格差みたいなのがやっぱり起きてしまう状況の中なので、まあ、それをこう是正改正改善していくために、ベースボール、オンラインサロンの中でやってるコーチズバンクなんかは非常にこう有効なのかなと。これはなんでかっていうとですね、まあ、全世界いろんなところにいる、まあ、指導者だったりコーチだったり、まあ、そういう実際に経験している人たちにもう簡単にアクセスリーチができるっていうのがコーチズバンクでございますので、まあ既存のね今ある仕組みとかシステムっていうのは素晴らしいところも当然あるんですよ。学校教育も含めてダメなこともたくさんありますけれども、っていうのはダメというよりアップデートしていかなきゃいけないことですね。改善だと思います。していかなきゃいけないんですけれども、まあ、現状の今の仕組みとか流れだとそうもいかないことってあると思うんですね。で、まあ、僕らがじゃあそこに対して何ができるのかっていうと、まあ、既存の、まあ、組織、なんですかね、そういうチームとかに属しながらもですね、まあ、そういった機会を得る、そういった新しい機会を得る機会を作ると、そういったところがこうコーチズバンクなんかの大きな目的になっているので、まあこれからですけれども、やっぱりこれも含めてですね、これなんかもうやっちゃおうぜっていうところからスタートしてですね、改善していく中で新しい出会いがあって、でこの YouTube も本当にそうです。もう一つ YouTube に関しては思えたことは、僕も多分この30年生きてきてですね、いろんな仲間と出会って、いろんな人と、まあ、時間を過ごしてきたと思うんですけれども、やはりこう、ね、それぞれ環境が変わって生きてる場所が違ったりすると、なんですか、こうなかなかお互いこう改めてじゃあ飯食いに行こうぜとか、また会おうぜ、また遊ぼうぜ、ね、カフェにも行こうぜ、いろいろ話しようぜって思ってもなかなかすぐにできないですよね。ただこの YouTube のすごいところだな、特に動画のすごいところだなと思ったのは、まあ、改めてですね、その仲間たちというか旧友というか、そういった同じような思いを持った人たちの懐に入れると。でこれはですね、まあ、きっと良くも悪くもですね、あいつは変わってねえなっていう人もいれば、あいつこんなにアップデートされてこんなに成長したのかって思ってくれる人もですね、まあ、それぞれの立場でいらっしゃるんじゃないかなっていうことでですね、まあ、ベースボールオンラインサロンを通してですね、僕も気づかされたことがたくさんあるんですよ。でこれは結構僕らしいといえば僕らしくてですね、かなり見切り発車しながら修正改善を繰り返していくと。でその中で生まれたアジアンブリーズだったりとかコーチーズバンクだったりとか、まあ、そういったものを通してですね、一人でも多くの人たちにこれからの新しい選択肢と気づきをこう提供していければいいのかなっていうふうに思ってるところでございます。まあ、そしてですね、これまで子どもたちを毎年海外に連れていく中で、まあ、いろんなこの地域の企業の方とか行政の方とかとの出会いもこう増えてきてですね、まあ、そういった方々がこうもう一回つながるツールにスポーツってなるなと。スポーツって改めて思うのはですね、その、まあ、立場とか年齢とか、ま、実績とかこれ全く関係ないですよね。スポーツのフィールドに行ったらみんなフェアであり平等なんですよ。でこれは例えば僕がアジアで野球の監督してた時とかも全部そうですけど、イラン代表チーム と、日本代表チームが試合する時ってこれ全部フェアなんですよ。で相手はいい道具を持ってるからずるいとかそんなことは全くなくて、同じなんですかね、バックグラウンドとか生活してるところは当然違うんですけれども、そのフィールドに立った瞬間フラットなわけじゃないですか。でその持ってる能力と能力のぶつかり合いがこうスポーツの競技、スポーツっていうところでですね、まあ、本当にちょっと今日は話がですね、さまざま前後してしまいましたけれども、いろいろ感じていることがありましたので、まあ、そんなことをですね、こう引き続き継続して発信していく中で、まあ、いろんな人の懐にリーチしていけるような YouTube 動画にしていきたいなと。そしてですね、ベースボールオンラインサロンの仲間を増やしていくことによってですね、これから僕が本当にやりたいって言ってる球団経営とかそういったところにも少しずつ近づいていくことになると思うので、そんな仲間と出会えることを楽しみにしてます。また会いましょう。